ゆきうどんさん、まーちゃん74さん、ただのさかなさん、マテウスさん、ありがとうございます。早く寝たいんだけど、ちょっとまだね、やらないといけないことがあるので、そう、ちょっとあの、そう、後々にしてしまったら多分私は大変だ、うーんうーんってなっちゃうので、そう、ちょっと早めにショールームを終わらせてやらないといけないことをやろうかなと思って始めました。そう、スバルさん、ボーちゃんさん、ただの魚さん、ネワレスさん、ありがとうございます。アイタカさん、ありがとうございます。イーさん、ネワレスさん、ありがとうございます。こんばんは。トムトムさん、ありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。こんばんは。あ、そうだ、今日9時からね、そう、歌唱力が、そう、HKT は今日の放送なので、はい、優しく見守ってくださいターチさん、ボーちゃんさん、ありがとうございます。そうでした、9時からだね。焼酎力さん、ありがとうございます。そう、この前収録に行った歌唱力が今日も9時からなので、優しく見守ってくださいななみんちゃん、ありがとうございます。ゆきうどんさん、ありがとうございます。ね、みんなもドキドキ、私もドキドキこんばんは。メイビーさん、アナミンちゃん、ありがとうございます。一緒に立って、一緒に立っといてくださいただの魚さん、ありがとうございます。今日は暖かかったですね。なんか日焼けしたんじゃないかなってぐらい暖かかったね。なんか今日外にいた時間が長かったんですよね。日焼け止め塗ったとはいえ日焼けしてそう。ムフィラさん、ありがとうございます。こんばんはね。一応全部全身に塗っ、なんか肌が出るとこは全部塗ったんですよ。腕も塗ったし、頭皮にもスプレーを振りかけたんだけど、日焼けしてそうでやだ、とっても。メフィラスさん、ありがとうございます。こんばんは。うん、日焼けしてないといいな。でもなんか肌感的に焼けたよっていう、そうなんか肌が、肌の表面がすごい、そんなことを言ってる気がする。すごく日が焼けたよって今日焼けたよって、なんかヒリヒリはしないんだけど、すごいなんか日差しに当たった感じがする。なんかないですか、わー日差しに当たったなっていう感覚、それがすっごいするの。福岡旅行に、お待ちしてます。パジャマで撮る、いいですね、福岡旅行。 YK さん、ありがとうございますね。なんか肌とかね、なんかあー、日に当たったね、たくさんっていうお疲れ様っていう気持ちでもまだこれが5月でこの感覚ってことはさ、ね、もうやばいよね、7月、8月は。もう歩けないよ、外。
で外立ってられない。こんばんは。こうちゃんありがとうございます。ね、本当に立ってられないと思う。ね、まだまだこれからだというのに、日中この昼間がそう暑すぎて耐えられませんでした。ちょっとだけ日陰にいないとやってられないって気持ちになっちゃった。ね、頑張らなきゃ。7月8月耐え抜くためにね、暑さにちょっと強くなるね。湿気にも耐えられないしね、暑いのにも耐えられないし、もうダメです。チェリーさんありがとうございます。やっぱ北の方に行くしかないかな。湿気からも暑さからも逃げよう。いや、日傘デビューした方がいいと、していいと思う。した方がいいと思う。頭皮守られるし、なんかちょっとだけかもしれないけど気が変わるというか、外歩いてる時になんていうの、そのなん日陰歩けるじゃん。必然的に絶対日傘を差すことによってさ、絶対に日傘が日陰を歩けるから結構いいですよ。今日もお仕事頑張ってください。こんばんは。靖国さんありがとうございます。うん、日傘は結構変わりますよ。なんだろう、いいよ、おすすめ。 Thank you さんありがとうございます。どこ歩いても日陰を歩けるから良き。日傘持ってなかったらさ、日陰を探しながらさ、えっちゃおっちゃら歩かないといけないけど、日傘持っとけばそう、どこ歩いても日陰だから、そう、自分が歩くとこ全てが日陰になるって強くない？でもなんかその代わり雨とか降り始めたらちょっと嫌かも。なんか私結構日傘を絶対に日に焼けたくないと思って奮発して買ったんですよ。熊健さん、バッチさんありがとうございます。なんか結構奮発して買った日傘だから、なんか日傘って雨傘とは、まあ雨傘日傘兼用のもあるんだけど、なんか日傘オンリーみたいな、遮光 100% とか 99% とかはできるだけ雨に濡らさない方がいいんですよ。傘とはいえ雨傘と日傘はちょっと違うから、まあ兼用のやつもあるんだけど、そうだから雨降るともう急にもうってなる。ロマさんありがとうございます。そう、傘とはいえ雨には使えないっていうか、そう、なんかその日光を遮断してくれるやつが弱くなっちゃうんです。そう、バリアが弱くなっちゃうんですよ。だからせっかくの日傘が、そうだんだんそう雨に濡れていくと日傘が日傘じゃなくなっていっちゃうの。そんなの嫌じゃんね。もうどうしたらいいかって。そう、兼用は書いてありますね。雨でも傘、雨でも日傘でも使えるよって書いてあるんだけど、そう、日傘のリーはね、濡らしたらね、だんだんその効果が減ってっちゃうから、そう、良くないんです。だから日傘持ってっても雨降ったらもう傘持ってないのと同じ。させない。むしろ日傘を守りながら歩く。ドマさんありがとうございます。優先順位自分より日傘だから。雨降ってたら日傘を守りながら歩きますね。チョコレモンさんありがとうございます。なんかそう、なんかいろんな人がおすすめしてたなんか日傘を買ったんですよ、2年前ぐらいに。そう、それを大事に使ってる。日傘を大事にして、あとはあれ、最近はUV カット、
UV カットの上着パーカーを着てます。くんちゃんさんありがとうございます。薄めの UV カットのパーカーを着て、でも大体外歩いてる時って長ズボンだから、そう長ズボンだからなんだろう、肌出ないじゃん足出ないし上も長袖着てるし。ルルルンさん八王子さんありがとうございます。なんかちょっとはそりゃ多分半袖を着てる日よりは暑いかもしれないけど、まあ多少だし、でもそう日に焼けるくらいなら我慢しようっていう焼けたくないから、そう焼けるなら我慢、焼けるって考えたら我慢する。八王子さんありがとうございます。そう暑いと焼けるどっちが嫌かって言ったら焼けるが嫌だから日に焼けちゃう方がちょっと後々さ痒くなったりさ肌が痛くなったり赤くなったりしたね困っちゃうので、暑さには勝ちます頑張ってその代わりなんか普段歩いてたところをバス使ったり電車使ったり地下鉄使ったりするよねなんかちょっと普段はなんかね何駅か歩いちゃおうとかしてたところをもう歩かなくなりますね。夏はもう歩きたくない、やだ、絶対に歩かないと思っちゃうちょっとね歩くのは向いてないから、すぐバスとかそう地下鉄とか電車とかに。夜とかになればいいんだけどね、ちょっと日中はもう立ってるだけで暑いので外にいるだけでも暑いのでね。まあ、エアコンは結局まだ使ってません。除湿もつけてません。そわそわりいつつけようか、そわそわりですふいてつけようかなって、まだいいかなと思って、まだ我慢できるかなと思いながら過ごしてる。ギリギリまでね。でも最近夜は寒いからさ、そうなんかでも日中は家にいることがほぼ最近ないから、そういいかなと思って。雨が降ったらさ湿気でムシムシして困っちゃうけど、雨さえ降らなければ夜逆に寒いぐらいだから、そうまだいいかと思ってエアコンのリモコンには手を伸ばしていません。北の住人さん、熊健さんありがとうございます。福清さんありがとうございます。そうなんか冷房じゃないけどね、先に除湿使いたくなっちゃうよね。最近の湿気すさまじいもんフランさんありがとうございます。そう一回つけたら多分ねつけない生活に戻れなくなっちゃうのがすっごい、そんな自信があるから、その自信がモリモリにあるからねつけるのためらっちゃうよね。一回つけてね、つけない生活に帰れたらいいんだけどね杉太郎さん、レム太郎さんありがとうございます。ただの魚さんありがとうございます。1528日ありがとうございます。1528ありがとうございます。ゆうまさん、焼きうどんさんありがとうございます。たっちゃんさん、ゆうまくんありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。どうしようかな、終わっちゃおうかにゃん。明日長くできたら明日長くするごめんね、ちょっと5月はちょっとごめんね。6月頑張れるかな。6月頑張ってみるね長地ハーレムさん、高堀さんありがとうございます、
ちょっと5月は頑張れないかもしれないから、6月頑張ろうかな、6月頑張れるかなっていう、うん、頑張ってみる高堀さんありがとうございます。じゃあちょっとテロップとは嘘をついてランキング読んでしまいます13位イーイさんありがとうございます。12位ゴーちゃんありがとうございます。11位ナナミちゃんありがとうございます。10位にアワレスさんありがとうございます。9位タッちゃんありがとうございます。8位ルルルンさん、7位八王子さん、6位野球丼さん、5位ただの魚さん、4位マーチャ74さん、3位バウチさん、2位ドマさん、1位あやさんありがとうございます。ごめんね、テロップとは嘘をついてしまったよ。それでは皆様今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。